なしみかんの時間。エイダ。エイダ。エイダ。何しろって。何しろって。何しろって。あ、アイダの元に帰る。エイダの元に帰らないでね。ちょ、エイダでもどこにいるかも分かんなくなっちゃったよね。いや、基本的にはこれで、真ん中のメインシャフトに行くことになるんで。あ、そっか。で、ピンクのやつに変わるんだ。そうそうそう。メインの方を通っていかないといけないんで。もう誰も会わない。今ね、自爆モード入ってるんですよ。クリア編もそうなんだけど。うん。だから、脱出しなきゃいけないんですよ。そっか。じゃあもうショットガンないんで。うん、預けちゃうよ。ショットガンをバイバイして。うん。回復系もう一個用意しとくね。作っても。ニカちゃんしばらくやってたら多分将来の夢エイダって言いそう。いいかな。将来の夢はエイダになることです。私の将来の夢はこれじゃあ火炎放射器。ちなみにクレア編の時火炎放射器最後ちょっと必要だったよね。あそっか。なんか植物ちょっと出てきたよね。クレアの時は。出てきた。でもマグナムいらない。で。レオンの時どうだったかな。大型ここからはショットガンで頑張る。うん、ショットガンじゃないや、ショットガンないからハンドガンで頑張ります。うん、うん、OK で、多分いい気がする。さあ、自爆コード、自己破壊コードが起動されております。とりあえずハンドガン持って、うん、ああ、いた、エイダマン、エイダマンエイダマン。いやでもこの待って待って、こっからはやばくない。なんか何このラブストーリー。君のことを考えてた。君のことを考えてた。私もよ。ちょっと待って、心配してたの。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。確認させて、早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いて。君は FBI じゃないと。ん？あメロン。おとなしく渡せばよかったのに。俺だって。ちょっと待って。君を信じた。あこういう展開大好き。こんな結末になって残念。俺は君にとって。手駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡したレオン。殺したくないの。さあ、やばいぞ。さあ、撃て。あできるものならな。すげえ声出てんだけど、なんか欲しいのにさ、ここ狙えるってすごくない？相当な腕前。相当な腕前でしょ。相手産業スパイなのに。頑張れ。本当だよね。もう少しだ。なんか諦めるな。もういいのよ。ダメだ。生き延びて、レオ。エイダ！真剣。なんか変な恋愛映画見るよりも来るね、これね。うん、自分が操作してるからもあるけど。かつてなくナシミカが真剣な眼差しでバイオに向かってますけど。あーいやーいやーいやー始まるはずなんだ。
始まりました。もう悲しみに暮れてる場合じゃないですよ。働かなきゃ、そうです、仕事が残っています。なんとエイダさん、でもエイダ生きてそうだよね、下でウイルス持って大丈夫だったわウイルスゲットつってとんだ産業スパイやんな。まあでも今気が気じゃないですよ、デーモンは。でソワソワしてるもんね。ソワソワ、すげえいつもよりソワソワしてるもんね。なんだこの動き。ソワソワレオン。ソワソワレオン。ソワレオン。全然たどり着かねえ。ねえ、これエレベーターのせいで時間食ってるよ、もう。まあな。来た。はい。さあ。どうすんだっけ。あ。キュキュスプレー。めちゃめちゃ戦う気満々や。あと9分。え、びっくりした、バグで落ちたの。ここまで来てほしいなと思った。あ、来たよ、ここで。あれだ、時系列繋がったね。そうですよ、はーいっつって。クレア、え、あなたなの。あー、クレアちゃん。でも僕はもう分からへん。かわいいですわ。脱出するんだ、今すぐ。ええ、脱出路はある、なんとかなるわ。うん。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ？あったね。クレアのシーンで。俺に構うな。早く脱出しろ。あ、くそ。うん。ああ、で、こっちね。さあ。オーケー。いいですね。ミリタリーナイフをゲット。さあ、この下にも実はセーブポイントあります。あります、重要です、ここのセーブポイント。 OK、 ここで最後の整頓します。はい、でも時間がないから。ああ、ああ、落ち着いて。でもこれだけあったりさっき整頓したもんね。大丈夫だと思うよ。レッツゴー。あ、そう、うん、もういい、ダメだったらセーブしたから。さあ、始まりました。え、ハンドガンでいけるかな。脱出へ向けての、あー、いた、いた、最強の解放射器を持ってる我々は。お、っいいもん拾いましたね。いいっすね。見届けなきゃいけないのよ。いや、もう別に復活しようが戻ってこないですから、ここに、うん、あー、あ、汗かかる。あ、あぶない、あー、おツッコむな。めっちゃツッコむな。W 止まれねえって。そうそう、 W なんか手を離せない感じであれなんですよね。私も W だったら指くっついてるのよ。もう一個持ってきたらよかったかな。もう一個、お、来ましたね。あ、すごい、あ、なんか組み合わせられますね、一応。うん、ちなみにこれ開いてる時時間止まってますから。え、そうなん、ええ、うん、実はちょっと、もうちょっと炎持ってきたらよかったかな。まあ、いっか。まあまあまあ、いいんじゃないですか。まあ、足りるっしょ。うん、あ、なんで。びっくりしたんだけど。いや、おちゃめやな。あ、玉見っけ。いいですね。オッケー。溜まってきた。ハンドガーの玉増えてきたよ。うん。ふう、なんで戻った。うわ、うわー、冗談きついだ。ちょっと待って、ここがね、クレアとは違いますよね。あれ、どこ、後ろです、真後ろ。いなかったよね、今。いや、煙に巻かれてましたよ。ゾンビはする。さすが、賢明です。あ、いい走りしてますわ。うっそ。あ、あ、あ、でも私のせいじゃない。あ、確かに。あ、しかし、おお、あー、そう、後ろに解放射器背負ったまま倒れる。うわー、危ねー、スリリングよ。危ないね。え、そのもしかしてラスラスボスタイランズってこと。ラスラスボス。それは見てのお楽しみです。そうでしょう、ね、これは見てのお楽しみになります。あ、荷物がいっぱいあるみたい。そうですね、でも組み合わせがもう、
記念性の話を言っちゃう。あ、なんだこれ。これ、あこれ必要なんですよ。必要必要、ジョイントまたこんなとこ始まっちゃいますよ、これ。OK。レッツサーバーパーティー。なんだ。なんだ。なんだなんだ。え？何が起きるんだ。もしかしてさっき落としちゃったジウリス食べちゃった？スーパータイラントです。スーパーマッチョタイラント。今頭ぶつけたでしょ。もう僕は戦えません。スーパーマッチョタイラントです。ちょっと待って、これどうすんの？何したらいいの？戦うしかないです、ね。待って待って、何したらいいのじゃあ？あの撃つしかないですね。やっぱね、バイオといえば最後はタイラントだね、やっぱり。どの時代も。危ねえ、クソ。危ねえ、クソ。その息を吐くようにクソが出てきますけど。すいません。あ、溜まない、溜まないの。いやもう無理やで、ね、もういいよけいいてよよけてるよ。これ頭狙ったらいいのこれ。まあまあできる限り。そう、心臓むき出しになってる感じがちょっと謎で。まあ心臓むき出しになってるのは心臓の方がいいな。あ、心臓むき出しになってる。なってるのかな。なってるのかな。なんか軽くむき出してるな。なんだろうねこれ、わからんね、うん、あー無理無理無理、危ねー。そこになってるかもしれない心臓。いいよけするね。いいじゃんいいじゃん。オッケー、あ、振動だやっぱ。振動だ振動。今ひるんだね。いいよけするね。うわ、なんか落ちてきたぞ。なんか落ちてきたよ。心臓だ。お、なんだ。あ、これね、あのマグナムで、マグナムで、マグナムで。え、マグナム持ってないから。これね、当たるとね、一撃です。え、マグナム持ってないの。なんもなかったっけ、マグナム。一発も残ってない。ショットガンも。な。待ってよ、ちょっとだけ。確か一発もないの。本当にコンティニューでいい。コンティニューです。え、ね、結構なとこからやり直したこれじゃん。あれ、ね、でもほらここからだよ、うん、あれね、止めないと確実に一撃になるんですよ、ね、え、どうする。じゃあもう火炎放射器いらないじゃん。そうですね、うん、あ、マグナム1個だけ。ライトニングフォークの中に3発あるんで。入ってる。ええ、これを当てたらいいの、あの時に。とりあえず当てた方がいいです。それか、もうあれになった時に、やばいぞになった時にグレネードを投げるか。もう私ね、グレネードだったらはない。閃光弾でもいけたかな。あれ避けらんないの、溜めてる時になんか後ろ回るとかさ。あれね、あ、もしかしたら落ちてきた岩を、うん、なんか使って壁にしたらいけるかもしれないですね。ちょっと試してみましょうか、うん、それちょっと試してみた方がいいかもしれません。でも、ね、先行弾の投げ方とかがいまいちまだ分かってないから。スペース押してください、スペース。今練習しといた方がいいと思いますこれ切り替え、切り替えて、じゃあこっちにしとこう、うん、時間がね、なんかさあ来ました、オッケー。スーパータイラントじさん来ます。またオッケーオッケー。でもまあ、よかった、心臓を打つのね。そうです。まず切るんだから。そしてどっちの方がいいんだろうね。このうおーってなってる時は気をつけてください。はい、何かを投げる。初見殺しみたいなもの。確かに、まあ一発ぐらいいけるやろと思っちゃうね。そうそうそう、ムキムキですからこれ。でも心臓な気がする、うん、昔の心臓の方が多分弱点だ。なんか昔に比べてだいぶなんかアップしたね、パッパアップしたね、タイラント。確かに、うん、じゃ筋トレしたんでしょうね。よし来いよって、レオン強え。体重150キロぐらいある。いやー、なんかもうさ、人間の息を超えて500キロぐらいありそうじゃん、あの腕とかも入れて。クブマサイなんか生々しくなったね。うん、そうだね。でもレスラー感があるわ。アメリカのレスラー。ちょっとさっきより当たりすぎてるけど、でも4つあるから。うん、そうで、大丈夫。だいぶ、だいぶ当たっていこう。わー、だからすげー痛そう、背中。うわ、危ねー、背中の傷生々しい。生々しい。
けよ。おいいの言ってた、いいの言ってた。あれ。バトルで。ままだかよ。あ、でも確かになんか動いてんの出てんな、心臓のあたり。心臓ピクピクしてるね。やっぱ頭よりそっちの方が良さそうだった。うん、やばい。二連撃。でももう多分間もなくいらっしゃる。間もなく、うおー、うおー、バー。あ、でも確かにそれでいけそう。ほら、ほら、言わんとこ。言わんとこに隠れたらいい？うん。まあ、試してみたら。うん、試してみたら。あ、もっと後ろ。お、でも、あの、マグナムで終わらせた。マグナム無駄遣いしない方がいい。その時に。うわ、ほら、でもやっぱ弱そうなんだよ。今壊したもん。うん。めっちゃ出てんの、心臓。そう。うわ、あー。ピクピク近くだと分かるね、うん、めっちゃピクピクしてるよね。ちょっと待ってね。いいよいいよ。こんなに撃たれてもさ、大丈夫な心臓ってどんな心臓だよ。まあ、シリコンかな。うわー、これやっぱ逃げることも大事だね。ええよ。でもね、なんか岩の後ろ、私昔自分試した時に耐えれなかった。マジ？じゃあやっぱさっきの、あのマグナムは効いた。今背中痛そうだ。来た来た。待って。それそれ。急にラマーズ砲始まりました、ね。無理だ。ハンドガンですよ。ナイス。あぶねえ。リロードリロード。あぶない。で漏らしていくしかないから。一発。丁寧に使っても。あぶ、当たっちゃった。まだいけまだいけ。お。お。え？お。そうです。そうです。これ使ってください。出たこれ使ってください。それでほら生きてる。ほら言ったじゃん。出ました。うわ、なんかすごいことなってる。すごいことなってるけど。さあ、ロケットランチャーを持った。使ってきました。いや、もうバイオの最後といえば、もうロケットランチャー、もう使っていい。いいよ。もうワンからそうだからね。そうですね。さあ、懐かしい、これ出たマグナム4発でも足りたね。いやー、いやー、エイダーだね。エイダー、エイダー、やっぱほら生きてって言ったべ。これでも使いますよね。あ、まだまだいる、気をつけて。ランボーかな。めんどくさいからさ、そこに行く。よし、あれで終わりだと思った。そうなんだ。なんていうか、いや、ここほら、クルーだとほら合流するみたいな話だったでしょ、クレアンって。そしたらなんかレオンが持ってきてたみたいな。乗った、ね、乗った。あれ、レオン乗ってたのみたいな。で、ここでね、そのエピソードが明らかになるわけですよ。え、もういいじゃん、終わりでね。乗ったんだから。え、まだなんかするの。さあ、それはね、一体何が起きるのかはちょっとね、自分の目で確かめていただきたい。今、エイザのこと考えてるからさ。うん、まあね、まあ、ちょっとやっぱ静かにしてあげよう。ああ。もう忘れないとね。うわっ、忘れないといけない。でもなんかそれでレオンもちょっとなんかこう気持ちがあのキスでちょっと揺らいでたっていうのがちょっとなんかいいよね。もう一回あのキスシーン見たい。ミカちゃんすごい顔してたよ。スクショ送ったけど。そうそう、すごい顔してた。ひょーって顔してたね。やばい。おー、マイカー。あ、レオン、クリアちゃん、私が言った通りね。この子はシェリーよ。よろしく。今のは？わからない。見てくる。その子を頼む。その子はっつって名前でシェリーよ。シェリーよってやばくない？誰って感じじゃない？まあね。待って、これにここがあるってことはもう戦うってことじゃない？でもさ、すごいのが2個もあるからいけるでしょ。いけるかな。じゃあもうマグナムは置いてくね。うん。ほうほう、もう無理やもんだって。一発しても火炎放射器でいけんじゃない。ほうほうほう、燃やしとろうぜ。読みで、ね、読みで、読みでね。もう一回これでいってみよう。オッケー。セーブできないのかね。セーブできますよ、多分。うんうん、大型検知、うんうん、か、かい、あ、あー、まあ大丈夫か。回復あるか。2個あるね。2個ある。あ、来た来た来た。あ、そこガンパウダーあった。ガンパウダー、あ、
ってことはハンドガン、ショットガン作れるかも。お、いいじゃない。あ、違う、ガンパウダー足すガンパウダーってなんだっけ。ハンドガンの弾かな。ハンドガンだ。うん、ハンドガンでもいっか。まあもうここね、もうほとんど最後みたいなもんなんでね、選択肢がそんなないですからね。うん、もう他の持ってないから、うん、OK、 回復は2個でいいはず。さあ、あら、なんかいろいろあるの、いっぱい落ちてる。あ、ガンパウダー、あ、ナイフ、あ、いいじゃん。もう行ったらそのまま、だって特に取るものもないでしょ。でもガンパウダーいらんくない、1個。まあまあまあ、うん、ナイフも2個あるんだよね。うん、でも別に拾うものがないんじゃないの、この場に呼んで。ああ、そうか、そういうことですね。セーブしたらこのタイミングで、うん、さあ、セーブ回数がクレアに迫る感じで、うん、41回となりました。お、もう1回セーブしたら一緒だよ。同じ、うん、同じで。でもゴールにしたいね、せっかくだったら。でもここでさすがに終わりな気がするけどな。さあ、セーブはどうなりましょうか。てか今痛い体中なんだ私。うん、あ、出た出た、こいつ戦ったわ。うわー、来ましたね。あれ戦ってないよ。戦ってないでしょ。何すんのこれ。いや、やらないといけないですよ、やらないといけないですよ。撃ったらあのでかいやつ。撃たないと、うん、なんか弱点ね、あの、目が出てきたやつ。あ、もしかして効くんか。うん、効かないね。どうだ、やっていいこれ。まだ足りないか。いいじゃないですか。効いてんの。あ、なんか少なくなったくね。え、なんかいっぱいしようわー、来た。うわ、いや、いや、すごい、ロケランでいくくらい。あー、そっか、今のロケラン、他のも、他のもある。え、ロケランくらい、それか。おー、終わり。やっぱロケランなんですよ。あー、ロケラン2発あったから。おレオ、しかし、えレオン先輩が、え、さあ、どうなる。炎も近づいてきている。レオンはパロ持ってない、うん、さあ、どうなる。ああ、いけー。おーっと、すごい倒してる。レオ、レオ、オーケー。これだいぶキモいね。だいぶキモいよ。でも誰なんだろう。まあ、G ウイルス本体なんでしょうかね。チェリパパなのかな。まあ、タイラントの G ウイルスか、うん、チェリパパの G ウイルスか、あれですけど、ね、もう下に落とした G ウイルスだよね。うん、あ、なるほどね。チェリパパのかもしれないですね。確かに。お、外に出た。クレアとレオン付き合ってるの。あ、子供ながらね。そんなんじゃない、出会ったばかりだ、ゆうべね。そう。でも、とんだ初デートになった。あ、ほんとぶっ飛んでた。待って、乗せてもらえるかもよ。かちゃん、しっけシェリー頼む。シェリー、まあ人間だったってことですね。お届けしたのはザ・グレイブのリブアナザーデイ。いいやつだったよ。いいね、うん、アメリカっぽい。そうだね。終わったの。なるほどね。わからない。もしダメでも、なんとかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。三人一緒なら、大丈夫だ。行こう。親子みたいになっちゃった。ねえ、私を養子にして。養子に。子犬買おうよ。ええ、子犬。オウムも。オウム。ペットが欲しかった。エイダのことが気になってしょうがない人がいます、この中に。
てくる。あんたにはエイダがいるでしょうというような顔をしてる人がいます。わかるわかる、ウガちゃんわかる、わかるわかるよ、それはミカちゃんすげえわかる。なんかムカッとする、女としてはじゃない。やばい、エイダとはやっぱ敵っていうか、なんかさ、よくあるじゃん、叶わない恋ってあるじゃない、うん、それがエイダとレオンなのかもしれないけど、私、うん、いやでもクレアは今何も知らないから幸せだと思う。でも例えば自分がクレアの位置だとするじゃん、でもだんだんと多分クレアが一番になっていくわけ、レオンの中で。ただ今の一番はエイダなわけ、忘れなきゃって言ってるけど、なんかそれを知っちゃってる第三者としてはさ、心豊かには見れないよね。でも別にクレアがレオン好きとは限らないじゃん。そうですね、まあね、子供がいる手前ね、うん、そう、ああいう雰囲気になってるんですけどね。ああ言葉にならない声出しましたけど。はい、だでも終わりましたね。うん、とうとう終わりました。これ一夜の話だったんだね。何ヶ月かかったよ。本当ですよ。本当に一夜の話ですよ。でもね、意外と最後のはサクッと終わりました。一時間ぐらい終わりましたけど、まあまあやっぱ楽しいですね。最後のロケラン降ってきます、出てきます、うん、とか、まあ、タイランとも生々しくなり、まあなんかこれで一連を見てる中だとやっぱね、一番あれですよね、なんかこう色恋沙汰っぽいとこで一番盛り上がってましたね、はい、やっぱ女子なんで、うん、しかも結構いい年の女子なんで、もう突っ込んで見るとやっぱ未だに胸キュンするよ。胸キュンしてきた、ドキが胸ドキが胸胸になってしまう、はあ、いややばいですね、いや本当に。でもやっとでもクリアできてよかった、クリアできてよかった、ありがとうございました。本当に無事クリアできてよかったです。はい、大変長らくお待たせしました。これが我々のラストでございましたけども、これね、クリアした後もありますね、ちょっと。え、そうなん、スキッピュー、リザルト C です、8時間あれ、8時間しかやってないんだ。そうだよ、意外と少ないよ。だってミカちゃん途中で、あー無理、まあ無理、やめよやめよ2時間おきぐらいに行くぞ。マジで。そうそうそう。41回、あ、お互いにならなかった。うん、そうですね。じゃあちょっと1回。あ、ん？あ、まあまあこれで。ヒビが入った。あのクリアしたっていうことになる。最初からかな。一応クリアすると得点がこう出てきます。おお。ゲームモードいろいろ上から見ていくと、あのストーリーのクレアのセカンド。おお。モードクレアだから裏をプレイできるっていうですね、レオンのあの道筋をクレアでできるみたいな、はいはいはい、でレオンのノーマルカスタムの、衣装と、とかね、カスタマイズしちゃった、うん、ストーリーがあるわけじゃないんだ。ストーリーはな、あのね、また実はボーナスがあって、うん、結びから3番目だね。そうっす、あ、ボーナエキストラの方かな、実はこのこれが別のモードなんですよ。ハンクという特殊部隊の、ハンクだってリベレーションズじゃないや、アンブレラクロニクル系の、うんうん、アンブレラ系のか、バイオ1から実はいる、うん、あの登場人物で、これを主人公にした、はい、プレイができる。え、じゃあめちゃめちゃコンテンツとしてはたくさんある。途中であった子じゃん、ね、途中であった子のこのエピソードのなんかこのサブストーリー、サブゲーム、この子気になったよね。なんなら一番泣けるシーンだったじゃん。あ、確かに。で、ここのランナーウェイ、いや、セクシーやん、メルクラさんがわざわざこれすごいエロいコンテンツが入ったって写真送ってきたのなんかほら、途中で幼稚園の院長がなんかこう女の子をなんかこうシリーをほら監禁して女の子をほら、あ、なんかね、防腐処理したりとか、はいはいはい、まあ、あの辺のミニゲームと、でこっちもなんかこう多分ハンクだかな、ハンクじゃないでしょ、これハンクじゃないのかな、まあこういうのをね、あ、これあれだわ、一番下やって、これほら、うん、打っちゃった人じゃないの、ああそうだ、ビデオ回してた人じゃない、あ、そういうことか、打っちゃった隊員だ、うん、そういうのをね、あの一応プレイできるということなので、え、めっちゃ楽しそう、かわいい、かわいい、この子やりたいわどういう意味、この子やりたいえ、この子のモードプレイしたい、このプレイしたいっていうことね、ベルクラさんもだからこの子がエロいって送ってきたぐらいだからわざわざごめんね、違ったこっちは今のおっさん、あ、大丈夫パパだよ、さっきのパパよ、
そういうのがね、一応できるっていうのがもう増えております。めちゃめちゃ遊べるじゃん、うん、実はすごいね。実はそうなんです。ちょっとここからプライベートで楽しむわ、うん、そうですね、うん、キービジュアルもんだ、まあ、そうです、コンセプトのやつとかもいろいろ追加実はされてたりとかするので、はい、あとフィギュアとかね、おう、もし好き勝手レオンを眺めることができるんで、眺めることができるんで、うん、まあ、好きな時にちょっと見てやってください。すごい話見せた、うん、めっちゃ見るじゃん、この話そんな興味ないからねそれは嘘だけど、できたらこっちの方が好きよ。あ、そう、うん、やっぱ顔が見えてね、うん、体が見える、最高だ。はい、そんな感じで、はい、長らくなりました、本当に皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。お待たせいたしました、はい、ということで、まあ、美香ちゃんはちょっと今から舞台とか入っちゃってなかなかちょっと更新がちょっと止まっちゃうことがあるかもしれないんですが、うん、なんとね、あのバイオが終わってから出そうと思ってた、うん、バイオが始まる前の動画があるので、え、そう、バイオが終わってから出したいと思ったから、うん、サクッとバイオ終わるかと思ったら全然終わってないから、うん、すごい私たちの髪の毛の色とか違うんだけど、うん、撮ってるじゃない、アイトラッキング。あで、やっとバイオが終わったので、あれ残ってた、一応あのストックは2本あります。あ、やりましたね、アイツボツになってんのかなっちない、一応ある。よかったよかった。そう、なので、うん、まあ、その辺とかを動画出しつつ、はい、まあ、美香ちゃんはちょっと舞台頑張ってもらって、ありがとうございます。また舞台が落ち着いた時に、はい、美香の3人で集まっていろんな動画撮れるようにしましょう、うん、はい、頑張ります。なので皆さん、美香ちゃんの応援よろしくお願いします。あ、お願いします。志村君よろしくお願いします。ありがとうございます。で、9月から復帰したら、はい、ラストオブアースできればいいね。そうだね、うん、ラストオブアースやっていきましょう。やるって言ったし、もう宣言しちゃったし、はい、嘘はつけん。いろんな、まあ、生放送でやってもいいかもしれないけどね。まあ確かにね、うん、ちょいちょい集まって、まあ、 それはワンチャン、まあ、舞台終わってるし、ちょっと落ち着いた時に、うん、そうね、まあちょっとどっちになるか分かりませんが、その辺ご期待ください。お願いします。なので、はい、はい、どうぞ、いつものやつあ、はい、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。